海軍等で使われるスペンサー・スペンサーは、1790年代に現れた塩ビ服の尾の部分を切り取った形状を持つ、もともとはウール製の街灯である。着丈は腰までと短く、男性用のダブル合わせのジャケットとして、長い塩ビ服を着用した上に着重ねるものであった。名称の由来となった、スペンサー伯爵、ジョージ・スペンサーのように、 軍関係の勲章をあしらうのが最も正当な、おしゃれな着こなしとされていた。一説によれば、スペンサーは、塩尾服を着て、暖炉のそばに立っていて、尾の部分を焦がしてしまい、その部分を切り取ったことから、着せずして、新しい流行を生み出したという。別の説によれば、ある日、狩猟に出かけたスペンサーが、塩尾服の尾の部分が、 ノイバラに引っかかってしまうのに苛立ち、途中でを切り取ってしまったのが由来であるという。その後スペンサーは、1790年から1820年にかけてのイギリスの折衝時代には、大西洋の両岸で女性のファッションとして人気が高まった。当時のスペンサーは、今日のカーディガンと同じように着用され、着衣の腰の線の少し、上までの長さの短いジャケットとして、着衣とは、 別物とわかるようになっていた。女性が着用するスペンサー・スペンサーという名称は19世紀まで続いたが、後にはより広く短いジャケットやコート類であれば、どのようなものでもそう呼ぶようになっていった。なお、オーストラリアではスペンサーという言い方で保温性の下着を指すことがある。ありがとうございます。